皆さんこんにちは、リュウクルーでございます。本日はですね、アメリカ日帰り便の乗務行ってまいります。まあ結構ステイがつく乗務が多いんですけれども、日帰り便もちょこちょこ入りますので、今日は、まあ、日帰り便どんな感じなんかというのでやっていきたいと思います。まあアメリカどこ行くかというとサンフランシスコ行きますが、さっき言ったように日帰りなんでサンフランシスコに降りることはなく、着いたらまた1時間ぐらい清掃の方が入っていただいて、機内清掃終わり次第またバンクーバーに帰ってくるというような、そんな流れでございます。それではもしよければ今日も一日お付き合いくださいませ。はい、ということで大げさな音楽で始まりましたけれども、こちらバンクーバー国際空港でございます。基本的に私バンクーバーベースでございますので、この空港が私のベース空港となります。で、今回のサンフランシスコ往復便もバンクーバー発サンフランシスコで、サンフランシスコからバンクーバーに帰ってきます。で、私たち仕事始まるのは飛行機出発時間の1時間前になっております。これ大きい機材だと1時間15分前ってちょっと変わるんですけど、まあ今回ちっちゃい機材です。ボーイング737のダッシュ700という3人で乗務する飛行機に今回乗務します。はい、で乗り込みましたらクルー同士挨拶してですね、今日どこのポジションするかをみんなで決めます。これも大型機の場合はキャビンマネージャーが決めるんですけど、小さい機材の場合は自分たちでやりたいポジションを決めていきます。今回私はですね、まあ、残り物には服ありということで、前方のポジションですね、プレミアムエコノミーと客室責任者のポジションでございます。で、私今いろんなとこ開けさらして何してんねやっちゅう話なんですが、こちらプリフライトチェックでございます。フライトに必要な非常用設備とかサービス用品が揃っているかなんかの確認をいたします。で、こちら私今日担当するプレミアムエコノミーの座席ですけれども、お水のペットボトルをセットしていっております。で、クルーそれぞれ自分の担当ポジションのチェックが終わると、パイロットからブリーフィングって言って、この日のフライトの打ち合わせみたいなのがあります。で、それが終わるといよいよお客様にご搭乗いただきます。さあ、ということで私今回前方客室責任者のポジションですので、ドアのところでご搭乗いただくお客様にグリーティング、ご挨拶させていただいております。で、どこの航空会社もお客様がご搭乗されるときに、まあ、いらっしゃいませとかおはようございますみたいなことを CA さんの方からお声掛けがあるかと思うんですけど、で、この時 CA は何を一番気にしているかというと、お客様を笑顔でお迎えするっていうのはもちろんなんですけど、それ以外に続々とこう乗ってこられるお客様の顔色をね、それぞれ伺わせていただきながら、まあ不満そうな方いらっしゃらないかなとか、泥酔してる方いらっしゃらないかなみたいな感じで、まあ飛行機の場合やはり特殊な環境で、一度ドアを閉めて空港出発して離陸すると、まあ数時間、下手すれば十何時間地上に戻ってくることは簡単にできませんので、搭乗の際にお客様の様子っていうのをですね、安全の面からもですね、しっかりと確認させていただいているっていうのが実際のところです。それ以外もですね、飛行機のドアを閉めるまでにはたくさんの仕事があります。他のクルーはこの間ギャレーの準備、サービスの準備をしたりとか、あとはですね、特別なお手伝いが必要なお客様へ飛行機を安全に快適にお過ごしいただけるように少しお話をさせていただいたりですとか、あとは頭上の収納棚ですね、これ結構すぐいっぱいになりますので、パズルのようにこのカバンこっちにして、ここに空いた隙間にこれ入れてみたいな感じでですね、ほんとクルーそれぞれがもうテキパキと動いてですね、定刻の出発を目指します。そして最後にパイロットとグランドスタッフの方ともう一度情報を確認し合ってですね、いよいよ飛行機出発でございます。離陸の際 CA はですね、ご搭乗いただいているお客様の人数、万が一非常事態になった時の脱出方法であったり、緊急時の対応を頭の中で復唱しています。さあ、皆さん大好きシートベルト着用サインが消える音でございます。この音お客様にとっては、あ、やっとお化粧室行けるわとかね、やっとちょっと席立って動けるわみたいな、まあそんな合図の音かと思うんですが、 CA にとってはさあ仕事するぞの合図でございます。はい、でまずサービス始める前にエプロン着用いたしまして、手洗いをいたします。その他パイロットにこの後のフライトの状況ですね、サービスして大丈夫か、カート出して大丈夫かみたいな感じですね、揺れがないかこの先っていうのを確認します。で、こちらバンクーバーサンフランシスコ間のフライトですけれども、実質のフライト時間が2時間あるかないかなんですね。かなり短いフライトタイムです。ということでテキパキ動いていかないといけないんですけれども、この便はですね、まあ、プレミアムエコノミーなんですが、ホットミールの提供はありません。っていうのもフライト時間が短いからなんですけど、なのでプレミアムスナックと、あとお飲み物をお出しするサービスになります。ちなみにもう2人のクルーはですね、エコノミークラスのサービスをしてくれています。で、まずはプレミアムエコノミーのお客様全員にお飲み物の注文を伺います。で、ギャリーに帰ってきてですね、それぞれのドリンクを用意していきます。これ本当面白いことに、フライトの時間であったりとか、フライト先によってお客様が頼まれるドリンクの種類って結構傾向があるんですよ。例えばリゾート地に行くフライトであれば、ビールとか、あとはシャンパンとかですね、泡物を頼まれる方すごく多いんですけれども、また今度朝早い便であると、今度コーヒーとかお茶とか温かいお飲み物が多数出て、まあ、あんまりアルコールのドリンクは出ないっていう傾向もあったりします。まあ、そういったことも踏まえまして、出発前に、まあ、どのドリンクを
しっかり冷やしておくかとかね、飛行機って本当に限られた空間なので、まあ、その冷やせるスペースもそんなにないんですよね。なのでその中でですね、これ冷やしておこうとか、今日はこれがいっぱい出そうやからこれを先に準備しておこうとか、まあいろいろ試行錯誤しております。でこの日はですね、ワインとソフトドリンクがたくさん出ました。私的にはこの日ちょっと暑かったんでビール出るんちゃうかなって思ってて、結構ビールをいっぱい冷やしてたんですけど、ビールは全然出ず、この仕事10年やっててもこんなもんです、私の場合ですけどね。もうもっと本当プロフェッショナルの方は本当にすごい勘をお持ちだと思うんですけど、私の勘はめちゃくちゃ外れました。ちなみに機内にいろんなドリンクがあると思うんですけれども、その中でもクルーが一番入れるの苦手やなって思うのがダイエットコークなんですね。まあ私今入れてるのこれコーラゼロですけれども、ダイエットコーラ、まあコークゼロもそうですけど、めちゃくちゃ泡立つんですよ。まあ今回はプレミアムエコノミーで、まあこのようにギャレーで注いでますけれども、エコノミークラスの場合、まあカートを通路に出してお客様の横でこうコーラを注いでドリンク注ぐんですけど、このねダイエットコーラはほんまに泡立つ、ましてや氷入れたらめちゃくちゃ泡立つんで全然注げないんですよ。ただ泡を立たせない裏技っていうのもあって、今その入れ方は私してないんですけれども、また今度エコノミークラスで働いている時の動画上げることがあれば、その時にご紹介させていただきたいと思います。まあそんなもったいなぶるような裏技でもなんでもないんですけど、ね、ということで皆さん全然気にせずダイエットコーラ頼んでくださいね。裏技の入れ方があるんで、それ入れたら全然そんな泡立たないしすぐ入れれるんで、はい。あとこれサービスと話全然関係ないんですけど、なんかねコーラって私そんな別に地上にいる時飲まないっちゃ飲まない、まあ飲むっちゃ飲みますけどね、旅行行ったらあんま家とか飲まないんですけど、このね飛行機に乗ると無性にコーラ飲みたくなるんですよ、なんか知らんけど。ほんで実際コーラに氷入れてですね、まあ、上空で飲むじゃないですか。美味しいの、なんでなんか味ちゃうやんっていうぐらい美味しいんですよ。ピザとコーラが合うとかポテチとコーラが合う言いますけどね、一番合うのは空とコーラ、おしゃれな響きでしょ。さあどんくさい私はまだサービスをしております。で先ほどもお伝えしたんですけれども、こちらの便はフライト時間短いので機内食提供がないんですよね。ドリンクとあとプレミアムスナックをお渡しするっていうサービスなんで、まあ比較的落ち着いてできてるんですけど、これね機内食提供するっていうサービスだとほんまに一人てんやわんやするんですよ。基本的に私の航空会社の場合、このボーイング737の小型機の場合はプレミアムエコノミー一人で担当するんですよ。まあ、その場合はドリンクとおつまみをお持ちして、でオーブンで温めてたね料理がミールができ次第ですね、手袋はめて熱いんで料理が、でそれを出してトレーに置いて、でお客様にお渡しするっていう感じなんですけどね。私自身がもう飛行機離陸したらすぐご飯食べたい人なんで、なんかその自分の気持ちになっちゃってすぐ焦っちゃうんですよ。早くお渡ししないとって思っちゃってね、焦っちゃりするんですけど、焦るとダメです、焦ると絶対失敗するからって思いながら、いつも自分の中で落ち着いてな、落ち着いていこうや言うてますけども。でこの日は本当にねワインがたくさん出ました。皆さん本当に私よりもはるかにワイン詳しい方ばっかりなので、もうワインのボトルを直接お持ちしてですね、お客様に選んでいただいております。でフライト後半になってきますと、今度は温かいお飲み物を頼まれる方が増えてまいります。この時コーヒー用意しております。ただ冷たいお飲み物と違って温かいお飲み物も、お飲み物って言いにくいな、ほんでお飲み物の場合はですね、やっぱり揺れがありますから飛行機の中ね、そういうのも考慮しながらですね、まあ並々入れないようにしたりだとか、時にはお客様に申し訳ないんですけれども、温かいお飲み物のサービスは一旦中止させていただいたり、まあそういった風にですね対応しております。で時々ですね後方のクルーが私のご機嫌伺いに来てくれます。ありがとう。さあ短いフライト時間ではございますが、どうにかこうにかですね、ちょっと落ち着いたタイミングを見計らって自分のランチタイムでございます。長距離のフライトだとクルーミールっていうのが提供されるんですけど、会社からこういった短い便の場合は基本的に自分で食べるもん持ってきて食べます。この日は家で作ったサラダですね、あとスーパーで買ったパイナップル、ほんでこちらは冷凍のパイです。中はチキンクリームシチューが入っておりましたけど、なんか焦げ目ついてへんから美味しくなさそうに見えますね、すいませんけども、まあ自分が食べてるからいいか。まあこのような感じで短いフライトの場合はですね、タイミング見計らいながらささっとランチ済ませます。自分でランチ持ってくるときはですね、基本的に私気をつけてるのはガーリックとか匂いの強いものは避ける、まあ当たり前ですけど、あとねいっぱい噛まなあかんものは避けるようにしてます。っていうのもお客様に急に呼ばれたときに口の中もごもごして大変なんで、はい。ということで本当2時間ぐらいのフライトなんで、あっという間にこちらアメリカはサンフランシスコに到着でございます。でもちろん着陸前にもですね、いろいろな仕事があるわけなんですけれども、その中でも一番大切なのが安全性チェックって言いまして、まあ、お客様のシートベルトがしっかりと閉まっているか、座席の背もたれ元に戻っているか、またそういったことを確認しながら機内を回ります。
はい、でお客様全員ご降機いただいた後にですね、もう一度機内を回りましてですね、お客様のお忘れ物がないかなんかを確認いたします。それと同時にグルーマーさんって言って機内清掃をしてくれる方、あとケータリングさんですね、機内食とかドリンクをまあ搭載してくれる方が機内に入ってきてくださいまして、協力しながらですね自便の準備をしていきます。でもちろん私たちはサンフランシスコ空港に降りることはなく、このままですねまたお客様をお乗せしてですねバンクーバーへ帰ります、という感じで急に終わりましたけれども、これがだいたい日帰り便の様子でございます。もちろん帰りの便もですね行きと同じサービスをしてですね、お客様を安全にバンクーバーまでお届けするということでございます。ということで皆様、本日も動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。なお今回の動画ですけれども、安全に考慮して機内で撮影させていただいております。それでは毎度ながら、また次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。